クジラのお味噌汁。言うてますけども、まずは頑張っていきましょうよ。いきなり劇内の話でマジ申し訳ないんだけどさ、私イケボのあちらちともがいるんだけど、イケボこの間掲示されてマジプラタンで劇眼のエンジンなんだ。いや言葉使い若者すぎんなお前。おいもうずっと何言ってるか分からなかったわ。いやそんなことないでしょ。いいか、言葉っていうのは新しいものを取り入れることも大切だけど、相手に伝える、相手に伝わることができて初めて言葉として通用するんだ。分かってるのか。説教臭くてマジヤバと。おかしいだろお前お前が一番ヤバたんだからな。っていうか、なんで急に若者言葉を使い始めたんだよ。いや、最近の若者を見てたら、このままでちゃんとした日本語が伝わるなと思って。日本語を止めるために、私に何ができるか日本語を考えたときに、日本語を使ってもないのに日本語を否定するのもおかしな話だから、日本語若者言葉を使うように心がけてるんだよね。日本語バグったんか、急にお前。まあでも、日本語のことを日本語というやつ、悪いやつはいないもんな。え、じゃあさ、若者が正しい日本語を使うようになるために何をすればいいのか考えてた。あ、それは言葉の進化。言葉の進化。そう、昔からある言葉を新しい言葉に言い換えることによって言葉の意味も覚えるし、言葉自体も覚えると思う。あ、なるほどね。じゃあさ、今日は俺が昔の言葉とかことわざを言っていくから、北原がどんどん新しくしていってよ。了解。あ、その前に何、テキーラショット行っとこうか。何決まってんだろ。じゃあまずは猿も木から落ちる。これはリップスライムも実は夏バテ。じゃあ、至難の技は工具を使わずリノベーション。豚に心臓はブスに相手。ちょっと何言ってんだよお前。おい意味は別として共通点なさすぎて若者ついてこれないから。おい山本、これ楽しい。どの通りで楽しいんだよお前。お前だけだから楽しいの。もういいからいいから。じゃあ二度あることは三度あるわ。2&3。急に何英文も意味も全然違うから。ノーノーノー、ニューネクスト日本乗りもぶち殺すぞお前。今こんな関係ねえから。ノーノーが一番腹立つのよ。じゃあ玉のりは意味わかんない。バカなんかお前。お前の店員たちお題にぶつけてくんなよ。お前あんま言いすぎんのよ。え、あんま言いすぎたらナオトインティラインと血縁関係にする。やめてくれそれは。俺あんな陽気には生きられんぞ。じゃあ笑う角には服着たるわ。そういうことじゃないから。お前の親が悪いんかな。親が悪いんか。じゃあやぶから棒はルー大芝。連想ゲームしてねえんだよ。まず若者はあのなんで売れたかわかんないランキング1位の芸能人知らないから。お前あんま言いすぎんのよ。え、あんま言いすぎたら気づいた頃にはあのだらけだぞ。ごめん。ちょっと待って。なんだよ。え、ね、これ何の集まり。お客さんなんだよ。俺らの漫画見てくださってるから。次鬼に金棒は強い女に細いから急に正解かい。100年に一人熱取りかい。どこがなんだよお前。そんな最後のは別として意味わかんない言葉の進化ばっかりやって。お前さ、本当に思ってるのかよ。めっちゃ思ってる。いや、のれんゆうよし会議終わらしてもらいます。